今日はなんと BC フォージドに来ております。とんでもないバカデカさです。レースに参戦する車でございます。これがもう全部車種を問わず付けられるってこれヤバくないですか。8000トンのプレス機でプレスします。もう向こうから向こうまで全部バーッと、これ全部ホイールの元になるビレットです。さあそしてこちらがいよいよホイールがデザインされるエリアですね。これに関してはもうアメリカ製タントホイールの工場とかいろいろお届けしてますんで、まあご存知の方も多いと思いますけれども、この CNC っていう金属を削る機械にセットして、まあプログラムされた通りに削ってくれると。これが、わかりますか？これ。この規模感。1列7台ぐらい入ってます。それが、1、2、3、4、5、6、7、8、50台ぐらい。もうとてつもない規模で、で、各マシンに1人ずつ、職人さんがついてこんな感じで削ってると。もう本当に巨大サプライヤーって感じですね。で当然ホイールごとにデザインも違えばサイズも違うんで、まあそれを全部管理して間違いのないように各デザインに削っていくと。で当然2ピースだったらディスクだけこんな感じであったりするんで、まあその時その時に合わせてまあいろんな機械で削ると。で最近 BC 3次元的に削るのにすごく力を入れてて、スポークの側面に穴を開けたりなんていうのもやってます。なんでそういったことが全部できると。あ、これはリムになる前の2ピースのリムになる前のアルミの塊です。そしてこのリムも全部 BC の場合自社生産なんで、まあ、納期が安定してたりクオリティコントロールができてるってことです。このバカでかい工場に所狭しともう機械が並んでおります。ちょうど削り終わったホイールこの辺ですね。機械から出てくると先ほどのアルミの塊がこんな感じでいよいよホイールらしくなってくると。でもうこの勢いで削ってるっていうのがもう信じられないぐらいの、もういかに世界中からたくさんオーダーが来てるのかお分かりいただけると思います。で当然デザインも100種類以上ある中、そのデザインだけじゃなくてインチも違えば装着する車も違うんで、もうほぼオーダーメイド、もう全部プログラミングが違うはずなんですけれども、そういったのもこの50台以上の機械フル稼働させることによって、まあ遅れることなくお客様のもとへホイールが届いてるっていう感じですね。で BC フォージド、まあ、ご使用されてる方はもちろんご存知だと思うんですけれども、精度に関してももう半端じゃないです。はっきり言ってもうホイール全体で見てもトップクラスのクオリティだと思います。まあそれはもう実際レースにも使われてたりだとか、もう厳しいこの品質検査によるものなので、まあ基本的にその、まあ、輸入品ってクオリティどうなのかなって思ってる方も多いと思うんですけども、こと BC フォージドに関してはもう僕がはっきり断言します、もう世界トップクラスです。こんな感じがこの削り CNC のエリアです。続いてやってきたのはポリッシュとあとブラッシュドをやってるエリアになります。これ奥で職人さんがポリッシュの加工を今してます。こんな感じでダミーのディスクをホイールそれぞれに取り付けて、この回転する機械にホイールをセットして磨きます。でもピカピカに磨けばポリッシュだし、まあ、あとはペーパー、粗いペーパーで磨けばブラッシュドになるっていう仕組みですね。そしてディスクだったりの細かいのは向こうでやってます。そしてこっちがブラッシュドの作業をするエリアになります。さすがにディスクとかそういった細かいところに関しては機械で全部磨くっていうわけいかないんで、こうやって職人さんが一つずつエアツールを使って全部仕上げています。そしてですね、その工程の前に削りから出てきたばかりの、まあ、要は機械で削った直後のホイール、これ見ていただけると分かるんですけど、やっぱり角がちょっと立ってるというかバリがすごいんで、まずこちらの職人さんが専用の工具を使って各バリを落とすと、その作業をします。手前のこの鉛筆みたいので
このバリを落とす感じですね。そしたら奥の職人さんたちが全部手磨きでブラッシュド仕上げをすると。この手作業もそうなんですけど、クオリティコントロールがされてるのがやっぱりすごいですね。さあ、そしてこちらはバレル研磨って言って、機械にセットして粗磨きするエリアになります。これは他のホイールメーカーでもいろいろ何回もお届けしてるんでご存知の方も多いと思いますけども、こんな感じで専用の石が入ったこちらの機械にホイールを沈めて、まあ、粗磨きすると。でそこから出てくると、まあ、ある程度磨かれた状態になると。なんで、ブライトクリアだったりだとか、あとはストーンフィニッシュみたいのはこの工程でもうその次ペイントになります。こんな感じに、あ、ちょうどブライトクリアのホイールかな、ピカピカのホイールを職人さんがさらに磨いてる、こんなこともやっております。続いてやってきたのはホイールのペイントのエリアになります。もう入り口もちゃんとこうやって靴のゴミを取るのもあって、しかも二重になってて、ちゃんと余計なものが入らないように管理されてます。もうここだけじゃなくて、とにかくもう整理整頓はされてるし、めちゃくちゃクリーンだし、そういうクオリティコントロールのためのことがいろいろ施されてます。そしてこっちが、あ、こっちが粉体塗装の窯ですね。削ったホイールをその粉を吹きつけて、それを窯で焼くとその色になって出てくるっていう、まあ、パウダーコートって言って、まあ、普通の溶剤ペイントと違ってこう剥がれにくい、もうしっかりしたペイントになるように、BC フォージュの場合は、まあ、基本的に全て色物に関してはパウダーコートでペイントされてますんで、高い耐久性も備わってます。そしてですね、ここ3機だけじゃなくて、こっちの後ろ合計6機でもうフル稼働です。最初にも言いましたけども、なんと繁忙期だと年間2万本製作しているということで、もうとにかく工場の設備もペイントルームもすごいことになっております。さあ、そしてこちらが実際にその粉を吹いてるところですね。もう完全にシャットアウトされて、ホイールに粉を吹きつけて、これをこの台に乗せて窯に入れる感じですね。でいろんな色が製作できるようになっております。そしてこちらが窯から出てきたものになります、まあ、いろんな色にペイントされて、これ最終チェックをして梱包されて出荷される感じになります。この後梱包したりとかのエリアも見てみたいと思います。そしてこちらが削り終わったホイールのチェックをする第一チェックのところかな。ここで全部バランスだったりだとか、その辺を全部検査して、問題なければ、まあ、例えば日本行きのものであれば JWL、まあ、その前にもいろいろ検査の工程があるんですけど、まあ、最終的にここで問題なければ打刻されて次の工程に進むと。でもし万が一ここでホイールが歪んでるとか、まあ、精度を非常に満たさない場合は、一番最初の工程、もうホイールのアルミの状態に戻るそうです。というわけで、ここ何気に殺伐としたエリアですけど、非常に重要なエリアがこのエリアです。さあ、そしてこちらが最終的な組み立てと、あと梱包の前の下準備のエリアになります。こんな感じで職人さんが全部ペイントとか仕上がってきたリムとディスクを合体させます。トルクレンチで全部管理して、全部磨き上げて、でこの作業台だけでも6台もうフル稼働です。そしてここで全部ホイールが組み立てられたら、こんな感じで箱詰めする前の状態、これ BC フォージュ新品購入した方はご存知だと思うんですけれども、全部この BC フォージュのロゴ入りのキャップがかぶって、このクッションが入った状態までここでする感じですね。でもう全部仕様が違うんで、オーダーシートがあって、それの通りに組んでるかっていうのが全部チェックされます。なんで、あの、僕らも普段触ってますけれども、ほぼトラブルがない。まあ、もちろんその根本的なそのオーダーミスとかっていうのは別ですけども、基本的にもう注文したもののクオリティはもう確実に頼んだものが届くし、まあ、あとは梱包の輸送事故がないんですよね。なんでこの辺はこの後の工程、それもお届けしたいと思います。さあ、そしてもうここが最終的なエリア、この梱包の資材置き場と出荷前のホイールが保管されているエリアです。でこれも BC フォージュと購入したことがある、箱の状態で見たことがあるよっていう方はご存知だと思うんですけども、 BC フォージュの梱包が非常に丁寧です。もう使ってる段ボールもこの二重のもう分厚いもの、そして専用の発泡スチロールで
もう厳重に梱包されて、なおかつ隙間に入れる緩衝材的なもの、この L 字の段ボールだったりとか、天面に置かれる段ボールだったりとか、僕らもいろいろなホイール触ってますけれども、トップクラスに梱包が厳重です。輸送事故がほぼない。台湾からそれこそ年間何百本も日本に入ってきてますけれども、輸送事故でっていうのはほぼないですね。少なくとも僕は聞いたことないです。そしてもうさすが年間2万本近く生産してるだけあって、梱包資材もこんな感じでとてつもない数。この規模感わかりますでしょうか。もう各エリアで言ってる気がしますけども、とんでもない規模感です。そしてこんな感じで最終的に全部梱包されてラベルが貼られて、まあ世界中のお客様のもとへデリバリーされております。さあ続いてはなんとデモカーを見せてくれるということで、こちらの GLS マイバッハを紹介したいと思います。こちらの車なんと社長の通勤車らしいです。というわけで、まあショーカーみたいにもうピッカピカのもうゴテゴテのっていう感じではないんですけれども、普段乗りのさらっとした感じでかっこよく仕上がってるんで紹介したいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。こちら GLS マイバッハ600でございます。特に外装エアロパーツとかついてないんですけれども、 BC フォージドですから当然 BC フォージドのホイール履いてます。こちらが MKP45 っていうメッシュデザインのこちらのホイールですね。でボンドチャンネル見てくださってる方だと、あれちょっともうちょっといけたんじゃないのって思うかもしれないですけど、違うんです。車がでかすぎるんです。ということでこれ MKP45 の22インチを装着されてます。そしてですね、こちら見ていただけると分かるんですけど、天面がダイヤモンドカット、そしてこの側面がグロスブラックのバイカラーのホイールになってます。こんな感じのめちゃめちゃメッシュデザイン。そしてポイントはですね、 GLS とかってなってくると車重が非常にあるんで、やっぱりこの剛性が必要になってくるんですけども、 BC の場合その辺強度計算だったりとかっていうのもきっちりやってくるんで、まあ、剛性を保ったまま、この分かりますでしょうか、ちょっと動画で伝わらないかな、このディッシュディスク部のこの薄さ、めちゃくちゃ薄いんですよね。だ結構ホイールによっては、まあ、強度を本当に乱暴に保つためにめちゃくちゃこうディスク部を分厚く取ってるホイールなんかもあるんですけど、 BC の場合は全部計算してもうギリギリのところまで軽量化されてるんで、その辺がしっかり薄く作って軽量になってる。ただ軽量しすぎるとさっきも言った通り重量があるんで、さすがに GLS 級になるとホイールの破損なんかにもつながるんで、その辺もう JWL とかいろんな企画も通ってますんで安心してご利用いただける、こんな感じです。そして車はさすが通勤車だけあって、あの台湾ストリートでちょっと戦った跡が若干ありますけれども、こんな感じの車。ちなみになんですけど、このナンバー、この1363系、これがあのたくさん駐車場も止まってるんですけど、みんな車用車らしいです。さあ続いてやってきたのは本社の中にある特別な部屋でございます。見て驚いてください、こちらです。これやばくないですか。なんと全部社長のコレクションのレーシングカーたちでございます。しかもみんなガチレーシングカー、もうアーエントの FF とかで、これもうこれだけでもすごいんですけど、ほぼ全ての車両があの BC のホイールを履いてます。まあ、もちろんそのレギュレーションの関係で当時レースに出てた時とかはレギュレーションにのっとったホイール、純正のホイールとか履いてると思うんですけど、まあ、練習用にだったりだとかで、基本的にもう全部 BC が装着されていると。なんでだから日本だと結構ドレスアップのイメージが強いと思うんですけども、ちゃんと BC 本社の方ではレーシングにもめちゃくちゃ力入れてるし、もう社長自身がレースに参加してるんで、これだけのコレクションがあると。で奥まで行ってみましょう。もうとにかくラインナップがやばいんですよ。ポルシェのカップカーがあったりとか、ガイドのカップカーがあったりとか、 GT40 のカップカー、カップカーなのかな、これレースに出てる車、こんなのもういくらすんのっていう、これやばいね。全部しかも BC レーシングカラーになってると。そしてこっちこの辺もすごいことになってるっていう、458のチャレンジ、これもちゃんと BC 入ってます。もちろんセンターロック、すげえなこれ。この SS はこれちょっとヤバすぎるっすね。僕もなんかあのホームページとか SNS でチラッとなんかこういうコレクション持ってるんですよみたいなのは見たことはあるんですけど、まさか本社の某所にこんなに大量にあるとは思いませんでした。
そして奥にも、もう本当にあの箱車以外こういった車、これラディカル。じゃこれで C1 走りたいですね。そして他にも国産車とか、国産車とかだから特にあのベーシー工事とってレーシングのイメージあんまりないと思うけど、実際こうやってトラックスタイルみたいな感じで。前スタイルとか組み合わせたりしたらめちゃくちゃかっこいいし、しかも信頼性があると思うんですよね。でやっぱりボイル剛性しっかり取れてばタイム削ったりだとかにもつながるんで、まあ、こんなのも日本で流行ったらいいんじゃないかな。そしてこっちにもめちゃくちゃコレクションが、もう分かりません、詳しい人コメントください。もうウルカーボンボディの、そしてこれも BC なんですよ、まあ、もちろんこれもレギュレーションがあるんで実際レース走る時とかっていうのはもうそれに乗っ取ったホイールになると思うんですけど、ちゃんとこちらのホイール、こんなのも作れちゃうっていう。そしてこっちも他にもいろいろ、これはやばすぎる。そして今社長が力を入れてるのは TCR アルファロメオと僕側のマクラーレン、この2台が、まあ、現役なのかな、活躍してるみたいです。 LSX のレーシングカー、これも何のどのレギュレーションなのか僕には分かんないですけど、これもガチンコレーシングカーで、この辺もちゃんと全部 BC 入ってる、こっちは違う、まあ、こっち BC 入ってる。これをしかもこの社長 と、社長の妹さんもなんかレースすごい力入れてるみたいで、実際にハンドル握ることも多分あると思うんですけど、これはめちゃくちゃ説得力あるんじゃないかな。というわけでこの寄贈コレクションの部屋をご紹介させていただきました。続いて紹介するのはこちらの7182台でございます。これレーシングにめちゃくちゃ力を入れてる社長の練習用の車みたいです。社長と社長の妹さんが普段乗られてるみたいです。で国内のレースに参戦してたりするみたいです。で当然足元にはこんな感じで BC が装着されてると、もうガチレースで使われてるんで、まあもちろん中途半端なものだともうサーキット走れないですし、まあもちろんその危険にもつながっちゃうんで、まあそういったものがちゃんと証明されてると。BC レーシングのデカールが貼ってこんな感じで、これはなかなかやばいっすね。でこれで練習して世界中のいろんなレースに参戦してるそうです。最近だとなんかヨーロッパでやった、ランボルギーニのトロフェオ、それでも実際にハンドルを握って走ったりしてるそうです。まあ、それだけ本当に日本だとドレスアップのイメージがちょっと先行しちゃってますけれども、 BC の本国だと、まあ、会社というよりかは社長がやってる感じですけど、こんな感じでレースにもすごく力を入れてると。これ今雑誌社に写真撮ってもらっていろんな雑誌に掲載されると思いますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。さあというわけで BC フォージドの本社の様子をお伝えしました。いかがだったでしょうか。もう正直僕らもいろいろ見たり聞いたりはしてたんですけど、想像の倍以上、もう規模もそうだし、もうクオリティやってること、なんかその情熱というかものづくりに対する姿勢だったりとか本当に勉強になりました。そしてですね、途中でも言ってるんですけども、やっぱりもうホイールは合うホイールを探す時代じゃなくって、もう合うホイールを作る時代だなと。もう本当に BC フォージの場合、ドレスアップからサーキットだったりのその競技用の仕様に耐えられる、もうクオリティの高いものが提供されますんで、ホイール選びに悩んでる方はぜひボンドグループと言いたいところなんですけど、まあ、ボンドグループだけじゃなくて全国の BC フォージと取扱店で交流ができますのでぜひお問い合わせください。というわけでこれからもいろんな工場見学だったりだとか海外のものづくりの様子なんかもお届けしたいと思いますのでぜひチャンネル登録と高評価、そして各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。